さあ、というわけでここからまとめチャンネル、はい、後半やっていこうと思うんですけど、一つ目なんでしょうか。 T シャツスウェットに移ります、はい、スウェットシャツ長袖3990円。これ実は僕すごい気になってたんですけど、前プレスルームに来た時に見たじゃないですか、うん、見ました。これいいよね。めっちゃいい。これめちゃくちゃ可愛くない？今回大本命なんじゃないか。いや今回大本命ですですよね。いやこれにね、これにさっき言えなかったんですけど、さっき言えなかった、そうこれにこういうのインナーに合わせて、はい、細身のスラックスとか合わせて丸眼鏡かけて、おしゃれね。そう、それでモーニングを食べに行く。あ、よかった。丸の内。よかった。そう、新パターン。丸の内に丸眼鏡かけて、これでモーニングを食べる。何も良くないよ。何か中目黒の話じゃないから良かったって思ってたけど、丸の内の話全然違うと思って。丸の内、丸の内のカフェとか店員さんたまに外人だ、外国人の方だから、なんかはいみたいな、How are you みたいな、あ、Good みたいな。今日ね時間本当ないんですよ。なんかかっこいいよね。これめっちゃいい。メンズファッジ感があるよね。これでジャンプしてね。ジャンプ。謎のポーズ。そこパシャって取ってね、3990円です。まあ、いつものスウェットなんですけど、ちょっとサイズ感がやっぱりいつものスウェットと違ってですね、オーバーサイズにしてあって、でこのヨットもプリントじゃなくてしっかり刺繍されてます。細かく作ってますね。いいと思います。まあ、アップリケですね。アップリケにしてですね、サイズ感結構大きいんですけど、正直僕もうちょっと緩めにして着ても可愛いよね。でも大人はこういうシャツとかと合わせて、ほんのりこう裾からちょっとこう出 る、そう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 、これかなりおしゃれなんじゃない？すげえ、すごいいいですね。僕この黒カラーかな。ですよね。僕も黒カラーです。これだってこっち側はそんなに目立たないじゃないですか、アプリケが。こっちはねしっかりアプリケ目立つし、めっちゃ可愛い。これこれ見てユニクロだって思わないでしょ大体。これで2シーズン連続スウェットシャツすごく良くないですか。あ、本当だ。ピーターラビットとね、めっちゃ良かった。めちゃめちゃ良かった。めちゃくちゃ良かった。そうだわ。あれすごく着てるんですけど、いいよね。これも着ると思う、ね、俺もこれ着ると思う。かなりいいです、ね、これなんかクラッシュ加工したいな。したい。セルフクラッシュしたい。ダメージ与えたいですね。ダメージ与えたい。ダメージ与えたい。怒られるでほんま。はい、次はボーダーティーですね。ボーダーティー、ボーダーティー半袖、オフホワイトと、はい、ブルーですね、はい、1990円でございます。マリンテイストですね、結構ここまで割と僕 GW ランスすごい好きだったんですけど、はい、ボーダーティーは僕ね、え、はいはいはい、これはそんなに惹かれないんですよ。マルチボーダーの鬼なのに。だマルチじゃないから、だからマルチは好きなんです。これマルチだったらよかった。マルチだったら評価がなぎ登りですよ。本当好きですよね。無条件にボーダー好きなんで。はいはいはい、これ長袖で欲しかったな俺。あ、長袖いいですね。長袖でこのヨットがテーマだったらバスクシャツ、ね、そう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 、ちょっとねボートネックにして、そうボートネックにして、このいや、それはめちゃくちゃいい、ね、切り替えなくしていただいて、バインダーなくしていただいて、超欲しい。そしたらですよね。だからこれ長袖でもシーズン的に半袖なんでしょうね、もう発売時期的にね。なんでまあしょうがないと思うんですけど、僕はこれやっぱり長袖で、長袖が七分とかで、こういうなんかオーバーサイズのショートパンツのチノとかと合わせてあげたりすると、すごい可愛いなと思いますし、まあでも好きな人はいるでしょう。結構多いんじゃないかなと思います、うん、なんか普段のボーダーとちょっと違うしね、クレイジーパターンでね、可愛いと思います。可愛い、それだけちょっとピッチが変わってたりします。そうね、何気にですね、はい、何気にこれ結構気になってたんですよ、ずっと。コントラストカラーポロシャツ2990円、はい、これ意外と良くない？僕全然気にしてなかったんですけど、見たらよかった。これ意外といいよね。僕これ事前レビューでこれありっすよって言ったんだけど、これは難しいだろうなって言ってた気がする。これありじゃない？これすげえ可愛いな。すげえ可愛いよ。だってこのさ、ユニクロさ、カノコのポロすごいクオリティ高いの分かるんだけど、うん、はい、シンプルじゃないですか。シンプルですね。でなんかスポーツ用のライン入ってるやつとかあるけど、はいはい、なんか物足りない。これはこのプレッピーな切り替えすごい可愛い。これにあのこういう細身のスラックスでタックインして丸メガネかけて丸の内のカフェでモーニングを食べる。めっちゃかっこいいですね。かっこいいでしょ。かっこいい。でなんか朝からなんかビールとか飲んじゃうのよ。かっこいいでしょ。飲めないけど、あの人何してんだろうみたいな仕事。うわ、あるのよ、あります、あるのよ、ありますよ。夜行くとまたいるのよ。何してんだろうなみたいな。それ何もしてないのかもしれない。何もしてないのかもしれない、もしかしたら。じゃあなんで丸の内でビール飲むぐらい金があるのかって話なんだけど、不思議なんですけどね。まあ、そういう人にもなれると。どっち派ですか？グリーンですね。僕これ超悩む。あ、本当に。すっごい悩む。こっちの方がレトロだよね。レトロだよね。だってさ、こういうさ、デニムとかに合わせたらさ、あ、かっこいいもん。かっこいい。かっこいいな。こっちの方がなんか今っぽいですね。今っぽいよね。そう。割とこれ難しいな。ちょっと70年代の香りがする合わせになりますけど。
これいやー、俺こっちだな、グリーンだな。ちょっと悩む。これ悩みますね。悩む。でもこっちが人気かな、やっぱり今。そうですね、うん、そんな気がする、うん、なんか白ってちょっと物足りないよね、うん、なんかいやでも好きなのこのレトロな感じ、いいよね、かっこいいよね、いい古いっぽくて、こっちの方はちょっと古着っぽいですね、ブルーカラーもちょっと汗た色になってるじゃないですか。そうなんですよ、この配色絶妙だよね。このブルーにこのオレンジ持ってくるって本当に古着知ってないと分かんないよな。難しい、難しいですよね。ちょっとグリーン入ったようなブルーなんですよね。いいと思います、すごく。でも俺グリーンの方が好き、悩みますね。グリーンだよ、グリーンだよ、あった、それは、はい、はい、ロールアップショーツ、あ、もうショーツ、はい、ロールアップショーツ、はい、ロールアップショーツ2990円、カーキにブラックに、それがブルーです、はい、結構ブルーですね、結構ブルーです。でこれね、なぜかわからないんですけど、はい、おそらく僕のためだと思うんですけど、はい、4XL まであるんですよそうなんだこれ 4XL まであるんですよ。これでもガバッと大きく着てギュッと縛って履くのかっこいい気が、まあ、4XL だとさすがにでかいけど、これ L でも結構でかいっすね。俺はダブル X ぐらいで多分いいかなと思ってるけど、相当でかいな。ギュッと縛ってここをなんか無数にタックが出てみたいなのしたい、したい。これかっこいい、かっこいいですね、これかっこいい。ツイル素材ですね、ツイルのもう結構厚手の素材、まあ、チノみたいな素材ですけど、ショーパンにしてはサイドがあのロールアップできるんですね、うん、ここにボタンがついてて、だからオーバーサイズのショーツもにもできるし、バミューダ丈とか、うん、短めの丈にもできるっていうのがポイントですかね。これトップスのバランス次第でちょっと丈の長さ変えられるから割と便利なアイテムだと思います。僕このブルーカラーいいですね。あー、おしゃれだね。なんかフルリングスでカラーパンツってちょっと勇気いるけど、ショーパンぐらいなら全然いけるかなと思うんで、僕はこっちですね。あー、かっこいい、はい、こういうのにこういう今着てるみたいなブルーのシャツとか合わせて、黒シャツならちょうどこれいけるか。あー、いいですね、入ってないかな、かわいい感じで、こういうのにね、あの足元ローファー履いてね、かっこいいですね。で本当におしゃれな人だと白ソックスとか見せて、あー、去年ぐらいからも、去年ぐらいから爆発的に多いですけど、いいと思います。あ、これはすごくいいんじゃないかな、うん、かっこいいですね、かっこいい。黒よりなんかこっちかこっちの色の方が今回はいいなって思う。さあ、そして、はい、メインどころいきますね。メインどころの2つ目かな、はい、来た、はい、シューカットジーンズ4990円でございます。ちょっと色が複雑になってるんですけれども、ブルーが2色あります。濃いめのブルー、67番のブルーと63番の薄いブルー、そして、はい、オフホワイトですね、オフホワイトの3色展開になっています。これはね、メンズ、ユニクロのメンズ、もしかして初じゃないですか。これはいいね、フレアになってますね。でフレアって言ってもシューカットなんで、うん、ちょっと広がってるぐらい、裾がちょっと広がってるぐらい でなおかつこれアンクル丈になってます、はい、アンクル丈のちょいフレアの切りっぱなしのデニムっていう、ユニクロがまさかこんな攻めたアイテム出してくると思わなかった。俺はもう大絶賛でしょ、これかっこいいよ、めちゃくちゃかっこいいです。今履きたいですね、今履きたいよね。いや、ほんとね、517よりも全然こう広がりが少なくて、ほぼストレートに見えるんだけど、ちょこっとフレアぐらいなんですよ。これちょうどいいよね、ややクッションつけて履きたいなっていう気分です。ちょっとオーバーサイズに履いてクッションつけてもいいし、はいはい、僕これで結構あのスッキリとソックス見せて、そうそうそう、なんかこうオールスターみたいな、うん、あのムーンスターみたいなの履いたりとかもいいと思います。これいい、これすごくいいと思います、ね、シューカットはほんとブーツカットの流れ来てるじゃないですか、はい、でもブーツカットちょっと抵抗あるって人多いと思うから、うん、まずシューカットぐらいから、はい、本当にほんのり広がってるシューカットぐらいから試すっていうのはありだと思います。難しいんだけど、うん、多分薄い色は結構おしゃれな人向きで、はい、この濃いめの色とか、うん、でむしろ白とかの方が、はい、多分合わせやすいんじゃないかなと思います。僕やっぱ白いきたいな。そうだよね、やっぱりこのブルー系、薄いブルーってちょっと本当にヒッピーみたいな感じ、あ、そうですよね、見えがちなんで、おしゃれに着こなせる自信がないとちょっと難しいのかもしれないけど、うん、ダークインディゴは割と合わせやすい、白も意外と合わせやすいと思います。いけるんじゃない、はい、なんか白パンどういう風に合わせればいいのって思うかもしれないけど、はい、意外と何でも合うよね、意外といけると思います。そう、まあ、さっき見たみたいに僕こういうプレッピーな合わせ結構好きなんですけど、うん、こんな感じでも可愛いですし、はい、はい、いいと思います。で足元別にね、白ストックスにスタンスミスでもいいし、全然大丈夫、全然可愛い、そんなに選ばないかなって思います。はい、はい、で裾もね、裾も切りっぱなしになってます、これなんて言ったっけ、忘れちゃった、フレアじゃなくて、フレードヘムですね、フレードヘム切りっぱなしになっております。はい、こんな感じですね、はい、個人的にこれがやっぱり一押しで、僕はスウェットシャツかな、一番は。おー、そうなんだ。あ、でもまだありますよ、ね、小物あるんですよ、キャップ、あらららら、キャップ可愛いじゃん、あらららら、あらららら、白と、はい、ネイビーがあります、1990円、ネイビーはその子をかぶってますね、
パクってきました、ね、あー可愛いですね、すごいいいと思います。いやー僕白キャップすごい好きなんで、最近のユニクロのキャップちょっとすごいです。ちょっとすごいちょっとすごいちょっとすごい、あのフェデラーさんフェデラーさんフェデラーモデルのキャップかっこいいよ。フェデラーさん付け珍しくないですか、ロジャーフェデラーロジャーフェデラーの RF 使ってるやつ、あれかっこいいですよ、ね、あれ俺前職買ったけどめちゃめちゃかっこいい、かぶり心地もいいしサイズ感もちょうどいい浅さでいいんですよ、やや浅めなんです、やや浅めだけど、じゃこれもそんな感じかな、多分ねそんなに変わんないと思う。なんか最近のユニクロのキャップすごいいいんですよ、バランス。ニューハッタンのキャップとか、あーあります、ね、僕よくかぶってますけど、はい、ちょっと浅すぎるんですよ、うん、なんか乗っかっちゃうみたいな、そうほんのちょっと深いんでちょうどいい感じ、ツバの広さとかもちょうどいいし、で素材感も最近いろいろ出てて、これコットン100でしょ、うん、そうコットン100のこの当てた感じすごいかっこいいんで、古着っぽいなんかラルフローレンのキャップみたいなイメージだよね、うんうん、だから、そうですね、特に白とか古着によくあるキャップ、1990円じゃ買えないんで、すげえいいと思います。1990円に仕入れにもいかないぐらいですね、いかないよね、これ洗いかけてあるんですね、セーリングボードの刺繍がアクセントになってます。かわいい。さあ続いてハットですね、はい、ハットは、オリーブカラーとブラックカラー、これネイビーじゃなくてブラックですね、ブラックカラー、ブラックカラーで1990円です。ハッとしてなんかわかるとしちゃんから CM かもちょっとこれネイビーじゃないんですね、黒、なんかこのコレクションだとネイビー来るかなと思ったけど、はい、実は黒なんです。汗た黒ですかね。そういやちょうどいいと思います、やっぱ黒だよねハットはね、うん、難しいですよ色入ると、だからオリーブとか多分これ女の子はいいんですけど、かなり難しいです、ね、男の子結構むずいと思います。でこれポイントがですね、はいはいはい、メッシュ素材裏に貼ってあるんで、うん、多分ね通気性いいからそんな蒸れないと思うから、うん、髪型そこまで崩れないと思うんだよね、普通にいいかも、うん、普通にいいかも。でこのサファリハットのこのディティールが、うん、ワンタッチ、そうですね、ワンタッチかな、ワンタッチで外れるようになってますね、はいはいはい、なので外して普通のバケハとしても使えるし、はい、まあ、つけてサファリハットみたいな感じでも使えるし、うん、もしくは、ね、夏の日とかこうやってこうちょっと小粋なアクセサリー、痛いなこれ小粋なアクセサリーならないならないかもしれないですね、はいはい、バケハでも狙ってる人結構多いと思うんだけど、うん、このダウンブリムのね、はい、綺麗な形のハットって意外と探してみるとないので、うん、これ割とありだと思いますよ。なんかユニクロのインラインの今回のハットもポケットハットも結構いいけど、あ、よかったよかった、こっちの方がいいな、僕もこっち派かな、うん、でもやっぱキャップすごい良かったんで、キャップに気持ちいっちゃうかも。そうですね、キャップに気持ちがいっちゃってますね、うん、次はツーウェイトートバッグでした。ツーウェイトートバッグ3990円、これはねラミネート加工されてるキャンバスを使っていて、キャンバスなんだけど結構タフなんですよ、水も ある程度弾いてくれますし、3990円、ブルーとブラック、配色が特殊で、ブルーはブルーのテープが貼ってあって、ブラックはグリーンテープが貼ってあるストラップになっております、はいはい、ポリエステルとコットンをブレンドしてるキャンバス素材なんですね、はい、でこれ結構使い勝手考えられていて、ストラップのサイズがちょうどこう持って下に、まあ、今下映ってないと思うけど、うん、下に落としても地面には全然つかないし、なおかつ肩にもちゃんと通る、男性の方でも通るの でユニクロのトートバッグのシリーズって結構レディース向けのサイズが多かったけど、はい、うん、今回メンズサイズになってるんじゃないかなと思います、うん、女の子がもちろんこれ大きめなの持っても可愛いけど、男の子が持って全然ちょうどいいサイズ、はい、うん、でバッチリだと思う。なんか俺なんか毎度毎度ユニクロのトートバッグってすごいクオリティ高いんだけど、ちっちゃいのだしが嫌で、そう今回はでかかったからすごくいいと思うし、あと必要なのかどうなのかよくわかんないんですけど、ダブルジップになってます、うーん細かい、こういうとこ逆回にするのが便利なんだけど、どうなんでしょうね、珍しいです、ね、珍しいですよね、コストかかると思うんですけど、中はですね、ちゃんと収納が3箇所入っているようになっていて、ジップの滑りがやばい、ジップの滑りこれやばいですね、何これありえないぐらい滑らかです、ね、すごい滑らかだね、生地の張りがあるからかな、すごい。で、こういう風にあの、ああかっこいいかっこいい。そうそう。メッセンジャーっぽくも使える。これいけてますね。こっちの色すごい。まあ間違いなくこっちの色だけど、でもこういう色味もなんか俺ここに来るまでこのブルーの色味ないかなと思ったんだけど、これ結構ありなんか今のシャツだと割とあブルーも合う気がする。ね。これもやっぱブラックかな。ああちょっと。でもなんかこの色味なんかさ学生の頃思い出す、思い出す、ちょっと思い出すよねちょっと思い出す、その抵抗感は若干あるけど、まあ、黒の方が男の子使いやすいかな、あ黒割と好きなのいいですね、はい、じゃあ続きましてかな、はい、最後ですね、ソックスです。ソックスは3型あって390円、
このなんかパッチワークみたいになってるものと、はい、あとはパネルボーダーのタイプ390円、うん、そしてこの木調の、ブルーとグリーンのタイプ390円でございます、うん、まあ、はい、毎度JW アンダーソンのソックスいいよ、ずっといい、ずっといいと思います、うん、特に僕らが言うこともないんですけどすごくいいと思います、うん、めちゃくちゃいいと思う、はい、まあなんかインラインで出さないような柄とか使ってくれるんで、うん、これとかかな、うん、この2つとか使いたい、ソックスって意外と何買っていいか分かんないじゃないですか、分かんない、うん、まあ、この機会に買うのもありじゃないかな、僕意外とこういう色が好き、はい、というわけで、はい、JW アンダーソン2022年春夏全型見てきたわけなんですけれども、まとめく一番気になったアイテムはどうぞ、じゃじゃん、スウェットシャツ、ああよかった、スウェットシャツでしょ、はい、スウェットシャツは、3990円ですね、うん、確かにかっこいいんですけど僕はこっちですね、僕シューカットジーンズ4990円、僕2番目がスウェットです、おーいいじゃないですか、もうこれでいいよね、すげえいい、これ着てこのパンツ履いて、で白のソックス履いて、うん、で白のなんか別にスタンスミスとかの目が履いて、はい、で丸メガネかけて、うん、中目黒に、結局中目黒に行っちゃう、この組み合わせで小物頑張るとめちゃくちゃおしゃれ、あ、かっこいいですね、なメガネとか、はい、ちょっとこうチョーカーとかね、はい、なんかをつけてあげたりとか、最近だとこういうなんかジャラジャラ系、ジャラジャラ系とインディアンジュエリーとかつけても可愛いかもしれないですね、はい、サーフカルチャーにちょっと近いと思うんで、はい、はい、ということで、ということで今回の JW アンダーソンコラボどうでしたか、85点僕昨シーズン引き続きすごい好きです、あ、点数じゃないんだ、はい、いやラインナップもっとやっぱり多く欲しかったなっていうところ、まあ でもね、でも絞ってからの方が良くないですか、確かにそうなんですよ、絞ってからの方がいいんですよ、なんか変に守りに入ってないところもすごくいいなと思います、うん、なんかいつも当たりがちらほら出てきてこれ大事いいなっていう、ね、前々回だったかな、うん、前々回すごいいいセットアップあったんですよ、はいはい、JW アンダーソンユニクロコラボで、はい、細身のセットアップ覚えてる？スーツ。どれだろう。ほら、黒のじゃ形綺麗な、普通の形綺麗なセットアップあったじゃないですか。はいはいはい、あれすごい良かったけど、JW アンダーソン感が全然なくて、なかった。いいんだけどどうかなって思ったんだけど、今回 JW 感ちゃんと出てるし、でなおかつ使いやすいのも多いんで、はい、狙い目なんじゃないかなと思います。うん、実はレディースも結構いいアイテムあるんですけど、はい、まあ、ちょっと今回レディースは時間の都合上省かさせていただきますけれども、はい、3月18日、はい、本日発売でございます、はい、よかったら、概要欄の方から飛んでみてください、そして前編も、はい、概要欄の方から MB チャンネル飛びますんでよかったらチェックしてみてください、はい、はい、ということで今回の動画は以上となります、こんな感じでまとめチャンネルでファッションに役立つ情報だったり実際に買ってきた商品の比較レビューなどでやってるので、この動画が良かったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです、ご視聴ありがとうございました、バイバイ。